ございます。パンダです。ですね、今日はやっとこさ念願の、淡路島のツーリングです。前にも3回くらいは行ってるんですけどね、バイクで。ただモトブログする前とかだったんで、であとモトブログ始めてから行く機会行こうっていうのはあったんですけど、雨が2回か3回くらいあって行けなかったり、それでこの間ちょっと出させていただいた動画のやつで、なんかクラッチの調子おかしいなと思って走ってたら、クラッチワイヤーがね、もう半分以上ブチュブチュって切れてたっていうので、まあその明石海峡大橋っていう橋を渡っていくんですけど、その渡る手前の、タルミっていうところですね、タルミのパーキングに寄ったらおわーっていうので、まあ元ラトさんも引き返したっていうのがあってね結局淡路島行ってきてないんです。でやっとこさっすね。これで今日は、レンさんとサガバスさんとタカピーさんとショウさんと僕とね、5人で淡路島へ行ってきます。楽しみ。天気もねやっぱりぐらい晴れてますよ。ちょっとね昨日ぐらいから寒くはなってきてるんですけど、朝晩がね。で昨日も JKD さんとみんなでね夜のダーツ行ってきたんですけど、その時もね滋賀県の信楽っていうところなんですけど、もう、まあ、高架市ですかね、あそこは。寒寒いってねまあでも店はすごい天下一品なんですけど、綺麗な店だったんですよ。よかったら写真どうぞ。こちらです。はい、こんな感じでね、こういうラーメン屋さん行ってきました。で、ね、あったかなってきたんで、まあまあ月1ぐらいでまたこういうのしましょうかっていう感じで話して昨日帰ってきました。で、今日はね、昨日もね、一応ね、晴れの 0% とかなってたのに、すんごい雨雲がかかってきたりしてたんですよね。でも今日はね、雲なく快晴ですね。はい、最高です。そしたらね、また合流するぐらいが、まあ、その後、念願のね、明石海峡、まあ、これね、みんな動画で見たはずと思うんですけどね、僕は初めて自分がこう、明石海峡橋を渡るところの動画を撮れるっていう日なんでね、すごい楽しみにして走りたいと思います。では、また後ほどお会いしましょう。はい、あれから走ってきまして、今ね、阪神高速3号線走ってまーす。天気もええし、おまりさんも走ってるし、もうすぐね、待ち合わせ場所の京橋の、まあ、前々から僕、よくね、みんなの待ち合わせ使ってるところですね、京橋の、サービスエリア、パーキングかな、うん、でもうサガパスさんがね、もう到着しましたってね、さすが早いです。ということでね、僕もこの生田川を越えたら次なんでね、ちょっと撮影を再開しました。いや、しかしね、最高っすね、やっぱ天気いい日は。こうやってね、こう無理なくね、まあ当たり走るの気持ちいいっす。いつもね、ここ大渋滞するんですけど、やっぱ休みの日の朝はね、今なんて、まだ8時前ですね。うん、やっぱり車少ないから特別にゆっくりダラダラ走るわけなく、制限速度ぐらいこうね、ゆっくり走れてるのがいいっすよね。もうドバイが集まってるな。いやー、坂田さん、どこ、はい、どうぞ。おはようございます。ありがとう。
到着したんでメンバー揃ったんで行ってきます。OK ですよ。はい、タカピーさんだけ家帰ってくれたら一緒に帰ってくださいよしゃあないなぁオッケー、こっちや、こっちか。あ、じゃあみんな合流して今日はよろしくお願いします。もうメンバーは行き過ぎ、僕は一人で喋ってきたメンバーです。で、遅刻なくバッチリ揃いました。で、レンさんがね、ガソリンないっていうわがままを言い出したんでまあでも天気良くてほんま良かった良かった。まあ誰かが一緒に参加してるんだけど天気がいいという奇跡が起きてねまあっていう感じで、僕も念願のね、やっとこさ、淡路島をみんなで渡れるということで、あの渡るシーンをね、どうしても撮りたくて撮りたくて、やっとそれが叶ったというのが嬉しいですね。では今日はあのみんなが知ってる有名なサガバスターライダーさんが一緒にいますんで、いやサガバスターライダーさんの、このオープニングの、オープニングちゃうな、合流した後の元ブログをお聞きください。どうぞはい、あの録画してなかったっていうねまあ今の無茶ぶりっていうやつですねまあまあ準備ができたらじゃあやってもらいましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、5月の最後。はい、起きたよ起きたよ、近づいてきたよ念願の明石海峡橋へ来たよあ、してますよ。あのワイヤー、あ、ワイヤー切れた後ですか。いや、ワイヤー切れた時ですよね。凌介さんとかと来た時ですよね。もうすぐですよ、料金所越えたらトンネル抜けたらはぁーですわはぁーそうそうそう、はぁでもあれってやっぱ他の人の動画見させてもらってても実際渡らんとあの快感を味わえないですよね、あこは。さあ、全世界の皆さん来ますよ、明石海峡が。数人しか見てないもんですけど、世界の人は。いましたね。うわ、でっけでっけ久々やこれ、みんなバイクで。いいっすねー。お、たっけいいっすねー。おお、海が、海が、橋がいいね、風もないし、いいっすね、これ。もう後ろは神戸、神戸。神戸じゃないか、垂水か、神戸か、明石か、明石や。でっかいなぁ。でっかいっす、ほんまでかいっすよね、これ。あの島上まで上がれるんですか？上がれます、上がれます。はぁ、あ。レンさんやったらバイクごと上がっていくんちゃうかな。いや、半分でもめちゃくちゃ高いよ、これ半分までいけるんすね。半分もいけるよ、10分もいけるぐらい。多分、俺やったらあのスタート地点のこの外出るだけで無理やわい
でも蓮さんにはぜひ谷瀬の吊り橋は渡ってほしいね。はい、2回ぐらい渡りましたけども もう次は嫌やなんて毎回思ってますよなんかほんまにこの高さ上がってるような渡ってるの気分なんもんね。あとこれよりは全然低いけど、感覚的にも高くはない、あんまり高ないですけども、うんうんうん、感覚的に高見えるんで、も下もなんかつけてるんで普通に怖いですねやって。おー、淡路島いいっすね、穏やかで。これはもう釣りたかっね。ねえ、全然いないっすね。いや、でも海綺麗ですよね。うん、綺麗やな。ちょっとあの、タカビーさんだけがあの観覧車乗ってよあ、アンパンマンと一緒にアンパンマンさっきのあの向こうの方じゃないですか。ん、あ、アンパンマンの あの神戸の方じゃないですか。え、ちゃうで、ここやで。アンパンマンですか。うん、流れたアンパンマンか。そうか、そうか、出口しか見えてませんでした。そんな早くあれかハンバーガー食べたいんだ。一人で行っても意味ないと。ハイウェイオアシス。お、空いてる、全然空いてる。うん。あれもそんな言うほど前と思えないですね。うん。すごい先もってます。おお。おお。おお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